はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1974年フロリダ州タンパで行われたダスティーローデス・パクソンナン対エリー・グラハム・マイク・グラハムの試合を振り返ってみたいと思います。グラハム親子にとっては何とも厄介なチームとの対決です。素早いタイミングでタッチを繰り返すグラハム親子に対して、ローデス・パクソン組はパクソンのローンバトルが続きます。ようやくローデスとタッチするも、ローデスはすぐにパクソンとタッチします。ローデスは得意の空手チョップで突破口を見出します。ローデス・パクソン組は対角線上からグラハム親子を鉢合わせにしようとするも、結局未遂に終わります。パクソンが放った逆水平がマイクが避けたことでローデスの胸元に直撃します。ダメージを負ったローデスに代わりゲイリー・ハートが試合に介入。リングに戻ったローデスは一目散にパクソンに襲いかかります。グラハム親子そっちのけでローデスとパクソンは乱闘を始めます。ついにはゲイリー・ハートも乱闘に参加、試合はノーコンテストとなりました。この試合がきっかけでローデスはウェビーに転向、フロリダマット界の勢力分布が大きく変わりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。